こんにちは、亀山ライダーです。今はですね、甲州街道高尾駅の周辺を走っています。今日はですね、高尾山周辺の林道を走りに行きます。スーパーカブです。亀山なんでカブなんだよって話ですけれど、まあいろいろわけはあるんですけれど、とりあえずですね、まあ今日行く林道はすごくマイルドな林道です。まあ、いつもマイルドだろお前はって話かもしれませんが、もう本当にマイルドな林道なんだと思います。でですね、あの高尾山って休日こうすごく登山の人とか多くて、でそこはあの裏高尾っていうところで、高尾山とは違うんですけれども、それなりにハイキング客がいるみたいな、そういう情報を得ているんですね。なのでそういうところに CRF で入るよりは、下部の方がこう周りの人に脅威を与えないのかななんて思いました。西浅川、ここを右折します。でなんていう林道に行くかですけれども、今向かっている林道は焦げ沢林道、焦げ沢林道というところです。 2.2 キロだったかな、あの入り口から2キロぐらいダートがあって、そこまでは車でも行けるんだそうです。でその先は登山路になってて、徒歩じゃないと入れないっていう話なんですけれども、まあその2キロ結構フラットな感じだと思うんで、スーパーカブで行けると思います。ハイキングの人が多いといっても、今梅雨時で今日午前中まで雨だったんですよ。でそうしたらさ、そこからさ、そんな林道を歩きに来る人ってそんないないんじゃないかなって、梅雨のねこの悪条件を逆手に取ってやろうと思ったわけです。それにですよ、スーパーカブは17インチの原付としてはちょっと直径が大きいタイヤを履いていて、そのスーパーカブが発売された頃の日本の道っていうのはこんなに舗装されてなくて、そういう未舗装の道を走れるようにっていう、そういう設計がですねなされてるわけです。だから今日行くぐらいの林道は余裕で走れると思います。それにね、まあ YouTube 見るとそういうあのカブでいろいろ林道行ってる人いっぱいいますんで、まあ、自分も行ってみたいなと。ここ右折ですね。あ、書いてありますね。はい、焦げ沢林道、ここ右折370メートル。はい、行ってみます。全然なんか人なんかいる気配ないけれど、これさ、この線路の隣面白いね。これは中央道かな。あ、ダートになりました。車がいっぱい来てますね。おっと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 。はい、あ、でも普通に砂利道っていうぐらいで、はい、全然走れますね。まあこうやって車が入ってきてるぐらいですから、まああれですよ、亀山この間あのタイヤを交換するスキルを身につけましたんで、もうここに突っ込んでいくことは何も怖くありません。お、はい、起点って書いてあります。ちょっと写真撮るか。なんかすごい静かな林道ですね。トリップがないんで、今8239、24だとして2キロちょっと、まあ26ちょい、はい、そんくらいまでで行き止まるはずです。やっぱカブだと気楽だよね。なんか焦げ沢林道行ってみましょう。左側に沢が流れてます。いやこれあの全然普通に砂利道なんですけれど、全然走ってて砂利っていう感じがしないっす。おお、ちょっと待って、ここら辺から、あ、はいはい、ちょっと水たまりになってただけですよね。なんすかね、絶対 CRF の方が走りやすいはずなんだけれど、あのなんか CRF まだ転びたくないなみたいなところがあるから、それに比べるとカブはもう気楽ですね。転んでもいいですからね。こんにちは。はい、やっぱ山歩きの人がいますね。でもあれだな、写真で写ってたのだともっとすごいいっぱいハイカーが写ってたけれど、あ、撮影されてる人がいますね。野鳥かなんかいるのかな。やっぱりなんですかね、あの林道の情報を調べるようになって、もちろんあのバイクの人のブログも見るんですけれど、他にも自転車の人とかやっぱ登山の人とかレポートを書かれてる人いっぱいいて、でまああれですよね、やっぱりあのバイクと比べるとゆっくり走れる分、あの内容がやっぱ濃いんですよ。
ここにこんなのがあるよっていうその目の付けどころが、あのバイクだとどうしてもここを止まらないだろうなとか、そういうところの写真もこういっぱい撮ってるんで、あのすごくですね、あの見やすいレポートになってるのが多いなと思いました。なので下調べするときすごく助かってます。まああの同じようにね、林道が好きなんだから、まああの本当こう迷惑をかけないように、みんなが楽しく楽しめるようにしなきゃいけないですよね。すいませんこんにちは。ほとんど山歩きだよ。楽しいな、なんかこんくらいの方がいいな。なんかもういつも人っ気がないさ、クマが出てきそうなとこばっかりだったもん。25キロだから今1キロぐらい入ってきたってことだよね。今10キロぐらいで、この10キロぐらいで走ってる時のカブの音最高っすね。これ静かな山の中に静かなエンジンの音が響いてる感じがすごくいいです。はい、登山の人がいるんですごくゆっくり行きましょう。こんにちは。いや、挨拶は重要ですよ。それ山の中でさ、熊だとかってそれは嫌だけれどさ、まあ、人がいてもそれもびっくりするでしょ。こんな人がいないだろうっていうようなところに、やっぱり挨拶はね、そういうなんかびっくりするところをこう和らげてくれるよね。いいっすね、もうこんくらいゆっくり走るのが最高。はい、あ、はい、ここですね、これ見ました。はい、一般車両通行止めです。バイクも含むってことでね。はい、ここから先は登山用ということで、ここまでです。距離は今 25.5 だからそんな2キロもなかったね。 1.5 キロぐらいってところです。はい、焦げ沢林道の車で入れる終点です。戻ります。いやー、これ一発目からなかなか良かったな。すごい良かった。ここ登られるんですか。行けるところまで行って2年ぐらい経ってて、あ、そうなんだお気をつけて。はい、はい、いやー、いいっすね。なんか人がいるっていいな。いやー、焦げ沢林道これ一発目からなかなか良かったですね。今日はですね、他にもこの周辺の林道をいくつか回る予定です。そちら別の動画でお届けしますんで、よかったら見てくださいね。この動画はここで終わります。この動画が楽しかった人もつまらなかった人もいいねボタン、ついでにチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。仮面ライダーでした。バイバーイ。